おはようございます。なんかもう周りがもう365日の装飾になり始めてる。すごい。でもまだあれかな、まだ365日のギフトっていうのは使えへんよね。すごい早いね。もうあさってか。そう、あさってやね。そうやね、だいたいそういうのだいたい2日前かになるから、誕生日もね2日前からもう誕生日仕様になってる背景が。あっという間ね。もうだってあのなんか9期生のさイベント、ショールームイベントから1年経つってことやもんね。もうそれはほんまに長く感じるけど、早くも感じる時に流れるの。うちを作ったから早く劇場でめちゃめちゃしたい。24来てくれますっけ、来てくれますか。ん、ちょっと待って、え、見間違い。いやそうやね、見間違いじゃないよな。もう1周年遅れんねんけど、おもろい。1周年経ってないですね、もう。1周年経ってないのに、もう1周年のギフトが遅れるようになってます。20当たりました。おめでとうございます。楽しみね。今日は久しぶりに雨の降らない一日みたい。やった、暑いのは暑いのは暑い、暑いのは暑いのでそれはそれで嫌いけど、まあジメジメしないからまだねいいですよね。14いきます。やったね。それこそどこかしかない、やばい。やばい、5回か。そっか、昼やるもんね。昼やるやもん、21が。うーい。フライングすぎ、フライングすぎ。1周年おめ、まだです。うちゃんにね、リボンつけたから見て。見つける。かわいいね。もうかわいい。1周年まだですって書いとこう。1年OK。
帰れた帰れた。そうね、あの、あんまりね、あんまりなんか闇の配信見たことない方とかはわかんないかもしれないんで、一応移住か行く仕事終わりだから途中入場かもしれないが、あら、なるほど、でもありがとうございます。記念にギフティングしました。記念にありがとうございます。フライングギフトやばい。めっちゃ365日お紙飛行機の紙言い直したね。チケット使った日アカウントされてないよ。そう、それでずらしたから、なんかチケット使ったらその日数一応配信した反対になって日数は減らないけど、あのゼロになれないけど増えない、変わらない、うん、そう、あのチケット使った日は何も起こらないですってことです。誕生日おめでとう。誕生日じゃない。あとね、あとまだ4ヶ月だよ。 TikTok のアドコラボのやつ見たい。おめかわいい。あ、そう、 TikTok 昨日更新しました。見てね、編集頑張ったから見てね。札幌も32度ぐらいになるらしいが、大阪も変わらず、うん、もう札幌と同じぐらいなんや。大阪ほんまになんかすごいな。なんかそう思ったらさ、北海道は暑く見えるしさ、なんか大阪は涼しくか見える。実際めっちゃ暑いけど、土曜日はどれだけする予定わかんない。もうできるだけいっぱいです。24日が7月の生誕、あ、お誕生日カードもらえるユースチャンス。そうだね、そうだね、ありがとうございます。時を、まあ、止める魔法のチケット、そうだね、もう簡単に言えばそれです。時を止める魔法のチケット。そう、空白の一日になる。何もなかった、何もなかった日になるのよ。大阪35ね、昨日見たやつと違うんだけど、今日は5000日と、今日生まれて5000日だね。あ、何日やろう、もう5000日経ってから見てないわ。また見ときます。エンジェルとお姉様たちも結成1周年、もうすぐ1周年経ちますよ。え、もうすぐじゃないわ、もう経ってるわ。そう、立てない。そうやね。でも本来は明日ですね。そう。明日1周年です。配信はいちいちずらしてるから20になるけど、エンジェルは明日が1周年になります。若さん、若さん、若ぽんさん、ハッピーバー、若ぽんさん、ハッピーバーだね。パチパチ。今日かね、明日ぐらいに予定表みたいな、その1周年記念配信の予定表みたいなのは作ってあげたいなみたいな思ってて、
で、北海道来らないえ、結構あるんや、そんな30度超えたら暑さだね。わかる、30度はもう溶けるよね。タイムスケジュール、そうだね、タイムテーブルか。わあ、何時間ぐらいになるんやろ。でもやっぱそんなね、あの夜はそんな遅くまではできないんですよね。カレンさんの生誕祭があるから、そのさ、今年はさ1年記念日が金曜日やったから、あの1個ずらしに土曜日にすることできたけど、来年さ、もしなんか水曜日とかやったらどうしようと思って、なんかずらそう、ずらしたけどずらせない、ずらしにくいやん、もうその土平日やったら。悩むわね。劇場のエアコンって直りました。あ、劇場ってエアコン壊れてたん？壊れてたっけ。夏休みになったら暇も配信できるはず。できるね。まあ見れる方少ないけど。そう、夏、あやみたちが、あやみが夏休みだからといってみんなが夏休みのわけじゃないから。そう、仕事、お仕事の方はね普通やから。来年の7月20日、え、ってことは19日は土曜日ってこと？あ、違う、20日か。そっか、ずらしたから20日じゃないか。うるう年じゃないから20日だから。あ、ならよかった。ありがとう、教えてくれて。やったね。なら大丈夫ですね。よし。よかったよかった。だから夏休みもあれね、あの、まあ、去年と同じようにそのまあ配信も普通にいつも通り。なーに、あの転がさないでください。ダメだよ、そこ乗った。上乗ろうとしてるでしょ、今。カーテンとこ登ろうとしてるでしょ。してるよ。昨日それ登ってたもんね。上から降ってきたよ、ごまちゃんが昨日。ダメ。見えてるこれ。あ、見えてる。めちゃくちゃ見えてる。いやん。かわいい。もうちょっと頭下げて。もうちょっと、もうちょっと頭下げて。ちょちょちょ。逆にそこ見えてないから。肉に見えてないから下げてくださいね。あ、かわいいかわいい。え、かわいい。こんな映ることないのに、いつもこんな映ってくれんの？あ、あんま映らない。ちょっと。あー、バイバーイ。めっちゃガッツリ映った。うん、困っちゃう。9月1日追加。あ、そう、9月1日追加しました。ありがとうございます。さすがかゆい。ありがとうございます、皆さん。
トラ、めっちゃトラみたいな柄よね。色は全然違うけど。アマゾンプライムで長かった。あ、買ってない。何も買ってないね。363、あと2日。すごいね。うん、早いですね。結構伸びたよ。ほら。あ、でも一番長い時よりかはまだ短いか。では363日になったことですし、壇上を読もうと思います。1周年イブイブおめでとう。1周年イブイブです。やった。明日が1周年イブかな。5時40分前サッカー見てたからね。もうおそれは寝てください。では誕生日ます。いきます。13位むうちさん、ありがとうございます。12位デブイノイドさん、ありがとうございます。11位まさのさん、ありがとうございます。10位 ルパン三世さん、ありがとうございます。9位オナフヒトさん、ありがとうございます。8位ナルさん、ありがとうございます。7位コウヘイさん、ありがとうございます。6位高政さん、ありがとうございます。5位夏の大三角形さん、ありがとうございます。4位でこまちびとさん、ありがとうございます。3位ひーちゃんさん、ありがとうございます。2位ジョーさん、ありがとうございます。そして1位はデーブインパクトさん、ありがとうございます。なんだ初めてですね。ありがとうございます。椅子を変えて、消し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 。はい。あら、リラックマちゃん。で、ブブブか。ブインパクトさん。ちょっと右寄りに書こう。レブインパクトさん、そしてえー、耳を書いて、リボンを書いて、おっとこれはまずい。これはまずいぞ。で、こうおっと、あ、なんか違うキャラクターに見えてきた。どうしよう。違うぬいぐるみのクマのキャラクターに見えてきたんですけど、どうしましょうか。
んかインクが出なかったけど、オッケー、オッケー、あ、ここもある色ね、はい、オッケー、ありがとうございます。リラックマじゃない方の、待って、日数書いてた。8木曜日、はい、あ、インクがやばい、よかった、やばいやばい、はい、はい、ではありがとうございました。今日の1位は、デーブインパクトさんでした。ありがとうございます。はい、パチ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 、ありがとうございました。ありがとうございました。明日も7時からです。はい、そして今日は木曜日なので第15か14、まずどっちだったっけ、前回何だったっけ、全然思い出されへん、12時から12時みたいなやつあって、ほんで13時やって、14か、違う14もやったな、え、15 14、待って、どっちやったっけ、え、分かんなくなってきた、どっちでしたっけ。で、15、あ、15です。ありがとうございます。15、合ってました。15時ですね。ちょっと待ってくださいね。よし。今日は18、あ、違う、あ、今日は18日です。そう、今日は18日。はい。はい、で、今日の12時から第15時受付が始まります。明日の金曜日まで、ではよろしくお願いします。そう、9月1日のあの握手会じゃない、オンライン話し会が、あの、追加4部追加になったので、ジュニさんも4部も、はい、よろしくお願いします。そうね、横浜は看護師、あ、な、そうだね、そうだね、横浜もありがとうございます。で、横浜は、今回が最後で、オンラインはまだあるのか、で、9月1日は4部が追加になりました。で、8月31日もね、よろしくお願いします。4部いいな、4部アミとね、結構、服装はどうしよう、いや、なんかでもあれだね、その一部は早くて参加できないって方もいはるかもしれへんから、一応4部は衣装変えません。はい、はい、追加は13時、あ、やつ、え、追加13時45分の、なんか昨日、あ、4部やから4部やからかな、そうか、4部、なるほどね、そう、4部のやつ知らないのよ、あの、今まででさ、あの、前回のオンラインまで2部やったからさ、1部と2部が休憩生やったからさ、追加になっても2部やったから、集落が広くなった、夜見ます、フライングですね、1周年は本当に、はい、ありがとうございました。ちょっと二度寝しますね、はい、そう、一部だと早くてね、来れないとか結構いはるから、
その方のためにあの4部はね、あのまだ昼やから、そう来てくだされる方も多いかもしれないから、そう4部も来てほしいし、その方たちのために服装は変えません。一緒です、一部と。だから魔法使いのまんまかな、魔法使いのまんまです。はい、アミアヤのやつもぜひ皆さん来てくださいね。アミアヤのあのあれお揃いのやつも、おごまはい、ではありがとうございました。学校行かなくていいくないよ、いいくないよ、全然まだだよ、夏休みはまだです。はい、ではありがとうございました。明日も7時からなのでよろしくお願いします。バイバーイ。